キラです、N1 RS6MT ですね。また N1 雑談っていう感じで、これ運転ポジションについてのねウェブ記事があったんですね。運転ベタはポジションが悪いんじゃないかっていうような感じの表題になったんだけども、非常にね当たり前なことが書いてあるんで、別にイチャモンつけようがないんだけども、最近はねそんなにむちゃくちゃな運転姿勢で運転してる人ってあんまり見ないような気もするんだけども、どうなんでしょうかね。昔は結構ね完全に寝そべっててハンドル届くのかよっていうような感じの姿勢で運転してる人とかねいたんだけども、いなくなったわけじゃないだろうけども、割とまともな運転姿勢取ってる人が多いのかね、ちょっとよくわかんないけど、そうねまじまじと他人の運転って見ないからね。でやっぱりね運転姿勢取るのにやっぱり一番大事なのがハンドルの位置にね合わせて、シートの位置をまず合わせるっていうね、きちんとシートに座った状態でハンドルがしっかりね握れるかっていうのが大事だと思うんだけども、シートをね背中にしっかりつけた状態でハンドルの真上をねしっかりの握って、余裕があるぐらいでちゃんと握れればね、いいかなと思うんだけども、この記事だとね腕を、シートを背中につけた状態で腕をまっすぐ伸ばして、手首のところがねハンドルの上にちゃんと くればいいんじゃないかっていうようなことを言ってましたね。確かにねそのぐらいだとちょうどいいんだけどね。でも車によってはね車と身長とかの関係によるんだろうけども、これハンドルとシートの位置をねちゃんといい感じに合わせちゃうと足元がねえらい窮屈になっちゃうっていうね車が結構あったんですね。昔は特にそうだったんだけど、自分ぐらい180以上あるとねもう足元えらい窮屈だったんだけどね、それを嫌ってねシートを後ろに下げて腕がこう伸びきった状態で運転してるっていう人がねいたことはいたんですね。最近はねテレスコがつくようになってある程度ねその辺の自由度は増えてきたかなとは思うんだけども、この記事には書いてないんだけどね、このハンドル基準に合わせて足元が窮屈になるっていう場合にどうするかっていうのをちゃんとね書いとかないとね勘違いする人はいますね。基本的にやっぱりねハンドルはね安全運転の基本なんで、そこをまず基準に合わせて足元は窮屈でも ブレーキさえ踏めればねちゃんと踏めるんであれば我慢しろっていうとこなんだよね。最近の日本車はねそんなに多少きつくてもね踏めないほどではないはずなんで、そこはちょっと我慢してよって感じだな。この N1 はねテレスコがついてないんですよ。だからこれハンドル基準で合わせちゃうとねちょっと足元きついんだけども、これシート下げちゃうとねシフトがまた遠くなっちゃうんですね。でこれテレスコをつければねいいかっていうと、やっぱりねそれでテレスコを伸ばした状態で合わせちゃうとシフトが遠くて一足に入らないとかになっちゃうんでね、結局そういう心配があってつけなかったのか、予算の関係でつけなかったのかよくわかんないけども、つけてもかえってそれでね文句が出るんで、つけるだけ無駄だったの無駄っていう感じでつけなかったのかな、そうかもしれないけどね。この車の場合ねシフトも含めてねハンドルの位置をちょうどいいところに持ってくると足元がえらいきつくてね大変だったんだけども、この車はシートハイトアジャスターがついててね、で頭の上にもちょっと余裕かなり余裕があるんで、身長が高い人でもねハイトアジャスターで少し上げるとね足元が結構楽になるんだね。私の場合ね身長が180以上あるんでね、シートハイトを上げるなんてことはあんまり頭になかったんだけども、やってみたらね結構楽になったっていうね、そんなことがありますね。この車はね
そらくフロア周りが N ボックスかあれと共通で、結構ねシートハイトっていうかもうシート位置が高い車と共通のペダルとか使ってるんですよ。だからねシートハイトをちょっと上げるとね、むしろペダルを踏みやすい感じになりましたね。まあこの辺はね、まあ、車を使ってないと分かんないっていうところもあるんだけども、 YouTube とかでね辛口な自動車評論をするっていうね人がいて、まあその方がねなんか N1 を目標してたんだけど、シフトが遠くてねまともに運転姿勢取れないとかなんかそんなようなことをね言って文句つけてたんだけども、その人のねやっぱ運転姿勢見たらね、これ腕が伸びきってんだね。運転姿勢の基本を知らない方なんだろうなっていうのがね丸わかりなんですね。ね、まあ、自動車の評論するんならね、そういう基本的なところぐらいはね模範になるような運転姿勢でぐらい知っといてほしいなっていうことを思いましたけども、車の取説とかにも頭の方に書いてあるんでね、そういうところぐらい読んでからやっぱり評論はした方がいいかなって思いましたね。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。